平成23年5月21日から25日の間の3日間、放射線計測の専門家に調査を依頼し、江東区内の複数箇所において放射線量計測及び土壌調査を実施した。東部スラッジプラントの中心に荒川に沿って北上するエリアでも高い放射線量を確認した。特には東部スラッジプラントの周辺の地表面で 0.2 マイクロシーベットパーアワーという線量を超える地点が複数あるということが特殊されるべきであります。で、その東部スラッジプラントの近傍、ここにグラウンドがあるわけなんですけれども、写真に土壌プラントの採取場所というものがありますが、そこの土壌、ここを、300グラム程度取りまして、10センチ四方から土を掘り起こしております。で、セシウム134、137合わせまして、2300ベクレルパーキログラムという汚染を検出いたしました。で、今回のサンプルでそのブランドで確認されたセシウムの放射能の強度は1平方メートルあたり23万ベクレルということになっておりますから、放射性管理区域に持ち出すことができないレベルのものが子どもたちが遊ぶグラウンドにあるということ、これをまず一点ご理解していただきたいと思います。東部スラッジプラントが二次的な汚染源になっている高い蓋然性が認められているので、即刻の現地調査を行う必要があろうかと思います。で、このプラントはもともとの放射性物質を扱うような構造にはなっておりません。だけど汚泥を加熱して処理するというふうな操作が行われております。即刻下水道処理施設に取り込んだセシウムが外部に出ないように装置を作り変える、あるいは改良する、改善する、そういうふうな必要があります。で、おそらくその現場の作業者の方は放射性物質として扱っていないと思います。放射線防護対策を早急に取るべきだというふうに考えますし、その作業者に対して内部被曝の有無も含めた被曝の影響調、健康調査、そういったものを行う必要があるんじゃないかというふうに考えます。低線量被曝というのが安全とか、それがどうのっていう20ミリシーベルトだったらじゃあダメなのかとか、そういうのを議論するわけではなくて、そもそも放射能ってものが小学校や幼稚園や保育園にあるってこと自体がおかしな話なわけでして、でそれを私たちが子どもたちに、例えば地震や津波が来ました、それと同じように被曝することも我慢しろと、その環境下で我慢しろと、これは天災なんだということを我慢を強いられるというのはどうしても納得がいかないという思いが一つあります。親としたらやはり原発事故が起こる前の環境に戻してこそ安心とか安全が初めてそこに訪れるものだと思っておりまして、それを計測も行わずに安心です安全ですっていうのは全く根拠を示しておりませんで、そこに対しては全く納得ができないという思いがあります。